新しいコーナーで、積み T シャツを下ろせというコーナーを作っていこうと思います。えー、自分は全部で、未開封の T シャツを41枚、あのー、所持しています。後ろの2つが新しくマスターマインドジャパンを購入した T シャツになります。あそこの段ボールに入っているものですね。で、このマスターマインドの袋に入っているのが、リーバイスフェノムの新品未使用のフェノムになっています。で、 えー、今日この動画を上げたのは、この中から1枚 T シャツを下ろしていこうと思います。全部でマスターマインドジャパンの T シャツは41枚未開封のものがあり、あと2つは氷室京介さんのもの。この M って書いてあるのが氷室京介さんとクロムハーツのタンクトップの未使用のものになっています。で、今日はこの氷室京介さんの T シャツを下ろしていこうと思います。今日おろすのはこの氷室京介さんの あの、カレンダーの付属していた T シャツになります。K の文字がスワロフスキー、ブラックスワロフスキーになっています。L サージで、L サイズですね。こんな感じです。まあ、前回も動画であげたので、あのー、まあ、前回の動画と似たようなものになりますが、ここにシンス1960年、で、ルネッサンスの,もあの文字ですね、これ。この T シャツを今日からおろしていこうと思います。 そして最後にこれ、もう一度フロント上げていきます。今日、今回から始める、始まる新しいコーナー、積み T シャツを下ろせよう。これから下ろすときは上げていこうと思います。